2022年11月3日の格闘技イベント、ブレイキング難録の前日記者会見で、参加選手が対戦相手に乱暴ローゼキを働き、流血する騒ぎが起きた。視聴者からは加害者や運営への批判が続出し、同業者も、プロレスだとしても加減の知らない素人の乱闘とか危ないし、良くない、特言を提している。 泳がいしてタウンへと未来にも責任はある。格闘家の朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務めるブレイキングダウン6。東京都内で2日に前日記者会見があり、出場者が集結した。騒動を起こしたのは、合図の喧嘩や、ご自称する YouTuber の久保田里氏だった。対戦相手で同じく YouTuber の正男の挑発に我慢ならず、座っていたパイプ椅子で思い切り用を出した。 スタッフが精神に入りも間に合わず、顔半分が赤く染まるほど流血した、場外乱闘、大売りにしているイベントとはいえ、不快感を覚える視聴者は少なくなかった。SNS では、障害事件だろう。永久追放でいい、とくぼへの強い非難や、久保田に関しては視聴者からもともと危惧されてたわず、それを泳がいしてた運営と未来にも責任はある。 さすがに今回は運営も対処してほしい。トンえへの厳しい意見が寄せられている。11月6日の格闘技イベント、リジンランドマーク4位のアゴーや、に出場予定の格闘家、平本蓮は、ブレイキングダウンはいつか重症者が死人が出るんじゃないかって思ってたけどプロレスだとしても加減の知らない素人の乱闘とか危ないし、良くないと思います。とツイート。 格闘家の山本清悟も、素人の喧嘩、か、格闘家も交えた意思格闘技戦、かの、線引きがしっかりできていないと、今回のような実力のない素人が注目させるための暴行が起きてしまうと思います。と問題提起し、元総合格闘家のジョビ便、松本幸一郎、は、久保田の試合は絶対に中止にしてほしい。 今回のを許して試合させたらまた絶対同じようなことする。さすがにこれ以上久保田を調子に乗らせるのはまずい。ブレイキングダウンのためにも永久追放した方がいい。トン見ーに決別を進めた。久保田は会見後に動画で盛り上げたい気持ちが強すぎました。と動機を説明。出演者は煽り合いといってもキワキワでやっていた人が多かったので。 ここまでやっちゃうのかと印象を悪くさせてしまいました。と反省の弁を述べ、見ていて不愉快だったと思います。本当に申し訳ございません。と謝罪した。試合はなくなったという。